今回ね、まあはい、LA で中心に生活されてるということだったんですけど、レコーディング以外の時間、はいはい、さっき、まあ、船を見に行ったりとかされてるということだったんですけど、うん、お好きな釣りとかは向こうでは、向こうではね、数えるほどしか行ってないですよ、うんうんうん、バス、ブラックバスっているんですか？ブラックバスいますいます、アメリカが本場だもんだって、うん、あ、そうか、で、その近くにも釣るとこあるんですか？家から1時間ぐらいのところに結構湖あるんだけどね、うんうん、船がないじゃなかったんですよ、うん、今はあるんですけどでまだ船を手に入れてからまだ時間経ってないん で、うん、でレコーディングの最中だったじゃないですか、うん、まだ行ってないんですけど、うん、向こうに戻ったら暇見つけていこうかなと思ってますよ。本場ですもんね、やっぱね。違うのかしら、大きいのかしら、向こうの。あのね、一匹だけ釣ったことあるけどね、うん、大きさは大したことないけど、筋肉質そんなのある？あの、胸筋が発達してるっていうかね、マジなんだって。あの、違いますよ、やっぱ、見た目が。本当に全然締まってるっていうかね。もうなんか、河口湖とか、筋トレとかで釣れるのとは違う。違う、もう。あの、日本で釣れるバースはちょっとこう、お尻が垂れてたりしますよね。その、フォルム的に。ピシッと締まってますから、向こうの。あ、そうなんですか。じゃあ、ぜひその、筋肉をね、発達の、釣ったやつを写真に撮ってね、はいはい、また開封なんかね、載せていただきたいと思うんですけれどもね。あ、そういえばですね、この間、ゲストに来ていただいた時ね、1年前に、お友達からメッセージが届いてて、はい、あの吉川浩二さんもメッセージを届けてくれて、はいはい、釣りに行こうぜっていう話を、うん、あれ以降行きましたよ、吉川と。本当に行ったんですね、うん、2回行った。ちゃんと向こうは海が得意なわけでしょ。そうそうそう、うん、海が得意で、うん、でシーバス釣りに行ったんですけど、うん、でその時はキッカー勝ちましたよ、うん、言ってました。その時はもう日村全然って言ってましたよ。もう全然釣れないで、あいつね釣りを始めたばっかりだったの当時で、若い目を摘んじゃいけないなと思って俺もう大変でしたよ。あのかかっちゃった魚をこうバレないようにバラすのが、そうだ、ドリルのコントみたいな。いや本当に俺結構心遣いの人なんで、うん、本人全然気がついてないで本当に勝ったと思ってますから、可愛いもんですよね。でもね、うん、ブラックバスはねやっぱり日村さんに負けたって言ってましたよ。そうそうそう、そこはねちょっとピシッとこの年上の威厳というものを見せないとと思って、うん、実力出しましたけど、わざとだったんですね、はい、わざとなんですよ。じゃあ来週の月曜日がなんと氷川浩司さんのゲストなんでね、本当あれわざと負けてやったんだよっていうのをね、うんうん、ちょっと説明してやってください。他になんかメッセージ届けてくることはないですか？そうですね、もうしばらく日本に俺ステイするんで、いる間にぜひ一回会いたいというか、また釣りでも行けたらいいですね。あ、なるほどね、うん、じゃあお伝えしておきたいと思います。レコード会社も一緒なんですよね。一緒になったんですよね。そう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 、あの時は違ったんですけどね。あの時は別だったんですけど、うん、だからぜひ一緒に遊びましょうよ、またねえ、うん、なんかどんどんお友達がね一つの輪になってる感じしますけれどもね、はい、じゃあ来週出ていただけるかな。あ、違いますよね。番組違う。今思わず代わりに答えそうになりましたけどもね、はいはい、うん、その後にね爆竹が来るということでね。あ、本当。爆竹ももうすごくやっぱり同じあの県出身ということで、身内で固まってる番組ですね。なんだかなんだかねって感じですよね、うん、お家に遊びにいらっしゃったこともあるぐらいね、うん、爆竹も仲良かったね。そうそう、クリスマスの時にね遊びに来たりしてましたよ、うん、いいですね、幼少幼少はクリスマスとかハロウィンとかね、そうちゃんとされてて。